犬隆氏は、日本、滋賀県大見八幡市出身のプロサッカー選手。J リーグセレッソ、大阪所属。ポジションは、MF、FW。元日本代表。小中学生時代に、地元滋賀県のセゾンフットボールクラブに所属していた。2004年、滋賀県立安高等学校に進学。2年生で、左ウィングのレギュラーをつかみ、 一学年上のくすかみ淳平、青木光太や同級生の田中雄大らと共に2005年度の第84回全国高等学校サッカー選手権大会に出場、大会優勝を経験した。チーム全体で高い技術力を誇ったことよりセクシーフットボールと呼ばれ、その中心を担った。連覇を目指した選手権大会では、 直前にスパイクを盗まれる事件に巻き込まれながらも2得点を挙げた。しかし、チームは3回戦敗退を喫した。2007年に横浜 F マリノスへ入団。J1 第2節対横浜 FC 戦でプロデビューを果たしたものの、以降は横浜 FM の熱い選手層に阻まれ、なかなか出場機会を得られなかった。2008年6月からセレッソ大阪へ。 期限付き移籍し、香川真司と息のあったプレーを披露。チームは J1 昇格はならなかったが、シーズン終了後に活躍を認められセレッソ大阪に完全移籍。2009年5月23日の J2 第17節はビスパ福岡戦や、同年11月8日のザスパクサ戦で、1試合4得点を決め、チームの4年ぶりの J1 昇格に貢献した。 2011年8月1日、ドイツ2部の VFL ボーフムに完全一席。11年8月から14年6月末までの3年契約で、ボーフム側に1年の延長オプション付き。8月12日の FC ザンクトパウリ戦にトップ下で先発出場。以後レギュラーに定着し、リーグ戦30試合に出場し、チームトップの7得点を記録するもチームは低迷し、 一部昇格を逃した。2012年6月25日、ドイツ一部に1年ぶりに昇格するアイントラ派とフランクフルトへの完全移籍の合意が両チームから公式発表された。9月16日、ホームのハンブルガー SV 戦でブンデスリーが初ゴールを決めた。その後に試合でもゴールを決め、3試合連続ゴールを達成した。 最終的に2012から13シーズンのブンデスリーガ所属の日本人選手最多となる6ゴールを挙げる活躍を見せ、チームの UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2013から14シーズンは序盤こそ出場機会があったが、徐々に出番が減り、第28節以降は出場機会がなく、最終的にリーグ戦では無得点に終わった。 2014から15シーズンはリーグ戦の得点は1点に止まったがシーズン通して出場機会は確保した。2015年8月27日リーガーエスパニョーラの SDA バルへ完全移籍。イヌイの念願だったというスペインでのプレーが実現することになった。2015年9月23日リーガーエスパニョーラ第5節レバンテ UD 戦においてトップ下スタメンで リーガデビュー。2016年1月10日、リーガエスパニョーラ第19節の RCD エスパニョール戦でリーグ戦初得点。2016から2017シーズンでは2016年11月26日に行われた第13節のレアルベティス戦で今季初アシストを記録した。二千十七年一月八日、リーグ戦のアトレティコマドリード戦では キレのあるプレーを見せて、存在感を発揮するも敗戦した。1月22日、第19節の FC、バルセロナ戦では11試合連続で、スタメン出場を果たし、大久保義人の記録を塗り替えるリーンガエスパニョーラにおける、日本人最多出場記録を更新した。4月1日、ビジャレアル CF 戦で今季初得点を決めた。5月21日、最終節の FC、 バルセロナ戦では2得点の活躍をし、日本人として初めてバルセロナから得点を奪った。このバルセロナ戦での活躍は日本でも大きく報じられ、日本代表の岡崎慎司からは、サッカー小僧が伝説残したと語られた。2017から18シーズンでは、12月16日に行われた第16節のバレンシア CF 戦で、今季初得点を決めた。続く、 第17節の自動な FC 戦では、今期リーが最速41秒での先制点と、リーガエスパニョーラ通算7万ゴール目となる追加点を決めた。これらの活躍が評価され、12月の月間 MVP の候補に、FC バルセロナのルイス・スアレス、デポルティーボ・アラベスのイバイ・ゴーメスと共に選ばれた。2018年6月1日、 デアルベティスト2021年までの3年契約を締結したことが発表された。入団会見やプレシーズンマッチではロシア W 杯と同じ背番号14をつけていたが、空寄り後に移籍してきたウィリアム・カルバーリョが背番号14を希望し、イヌイはカルバーリョに14を譲りエーバル時代と同じ背番号8をつけることとなった。8月17日、 ラリンが開幕説レバンテ UD 戦にて、途中出場し、移籍後リーグ戦初出場となった。その後は序盤こそ、試合に出ていたものの、徐々に出場機会を失い定位置を確保できず、最終的にリーグ戦8試合の出場にとどまった。2019年1月24日、出場機会を求めてデポルティーボ・アラベスト、シーズン終了までの期限付き移籍が発表された。 背番号は11。2月23日、第25節のセルタデビー5戦で、日本人史上初となるリーガエスパニョーラ通算百0 0試合を達成した。3月2日のビジャレアル CF 戦で、移籍後初ゴールを決め、2から1での勝利に導いた。さらに続く9日のフルスウェイバル戦でもゴールを決めた。2019年7月24日、 1> 約1年ぶりにエーヴバルへ復帰することが発表された。契約期間は3年。背番号は22。12月20日、第18節のグラナダ CF 戦で復帰後初得点を決めた。このシーズン、リーグ戦29試合に出場し2得点を記録。チームの一部残留に貢献した。2020から21シーズン、背番号を14に変更。しかし、 同シーズンはリーガ再開に終わり、セグンダ・ディビシオン降格が決定。2021年6月28日に対談が発表された。2021年8月31日、セレッソ大阪復帰が正式に発表された。背番号は23番。背番号に関して、クラブからは以前のセレッソ所属時の背番号であり、2019年シーズン終了後の 水沼孝太の横浜 F マリノスへの移籍後、秋番号となっていた7番を用意されたが、犬井がセレッソから海外移籍した際の年齢であった23で再スタートしたいという思いや、かつてセレッソに在籍していた山下達也がつけていたことから23番を選択した。2006年 U-21 日本代表に選出されて2試合に途中出場した。 2009年1月20日、アジアカップカタール大会の予選、イエメン戦で金崎夢生と共に A 代表デビュー。2014年11月14日、約1年ぶりの代表復帰となった、キリンチャレンジカップホンジュラス戦で代表初得点を決めた。2017年5月25日、日本代表のメンバーに選出され、6月7日に、 行われたキリンチャレンジカップ2017シリア戦にて途中出場し2年ぶりの代表戦復帰を果たしたその後もたびたび召集され香川真嗣不在の際は10番を背負うこともあったその後代表から遠ざかり 2018FIFA ワールドカップへのメンバー入りは難しいと思われたが大会直前に監督が西野明に交代した影響により 滑り込みでメンバー入りを果たした。当初は、宇佐美隆の控えに構想されていたが、宇佐美が制裁を欠く中、サブメンバー中心で臨んだパラグアイとの調整試合で2得点し、本大会ではスタメンに起用される。グループリーグ第2戦のセネガル戦で、ワールドカップ自身初得点を、決め決勝トーナメント進出に貢献。1回戦のベルギー戦でもチーム2点目となる。 ミドルシュートを決めたが、チームは逆転で敗れベスト16で大会を去った。大会終了後には、フィファ公式による驚きの活躍を見せた5人に選出されたほか、イギリスのテレグラフ選出のロシアワールドカップで活躍した50、選手にも日本人で唯一選出された。2019年1月5日、練習中に負傷離脱となった中島翔也に代わり、 AFC アジアカップ2019の日本代表メンバーに追加招集され、背番号10を背負うこととなった。その他の国際公式戦、ありがとうございます。